もともと楽器やってたん で楽器が絡みのなんか製造するところを携わるかなっていうので、ピアノ作りには木材の知識と技術ノウハウが必要になってくるので、しっかり全部ぴったり当たっててしっかり組まれてないとそこでロスしちゃうので、まあ、楽器なんで趣味の人もプロの人もいると思う、まあ、みんな楽しく使ってくれたらそれが一番いいかなと思います。